はい、皆さんこんにちは、はい、あんまり人気がないという最近の統計が出てますけど、ジョリーに首ったけの時間です、うん、はい、で分かってです、なんで人気がないかね、うん、要するにストーリーを言いすぎるって言われます、うん、だけど気にしません、うん、これはもう私がストーリーが言いたいからやってるような番組なんでね、うん、はい、それでですね、今日やりたいのは、はい、メン・イン・ブラックの3、はい、なぜ3かっていうと、うん、やっぱりほら今ね、選挙だとかいうのが話題になってて、黒人差別とかそういう話になってて、はい、これはね、ウィル・スミスという黒人の俳優さんがすごい頑張ってて、うん、1960年代にね、タイムスリップする話なんですよ。その当時のアメリカってすごい人種差別があったの、うん、で我々も人種差別を、俺60年代はまだ10歳だからないけどね、うん、やっぱり人種差別を感じる時代があったんで、うん、それとね SF いろんなものを混ぜてこの話をしたいなと思いました。はい、はい、まあとにもかくにもね、楽しい映画ですから行ってみたいと思いますね。はい、はい、それでいきます、はい、ジョリーに首ったけ。はい、うん、ストーリーはですね、ワン、ツーの続きなんです。ワン、ツー、どういうのかって言うと、宇宙人ね、はい。宇宙人ってのは、地球上にいくらでもいて、うん、もう宇宙人が地球に来た時に、地球に入国する入管制度までできてると。はあ、で入国管理官までいて、はあ、そこに勤めるメインブラックと言われてる、うん、まあ、宇宙人を、いろいろ惑星宇宙人を取り締まったりする組織の話なんですよ。へ、それで、ここに、K っていうのがいてね、もう一人ね、なんだっけな、K と A だっけな、それだけど、うん、2人 の, 検査官がいます、はい、これのね、生い立ちの話なんだよね、うん、で、1と2では、1は、ゴキブリか、うん、ゴキブリの変態した宇宙人、はい、2はミミズ、実にね、キモいんだ、はっきり言って、うん、そう言ってキモいんだけど、うん、ストーリーとしては、本当にキモい映画だと思ったの、最初はね、はい、まあ、面白いこと面白いんだよ。うん、何だってね、役者がいいんだよね、うん、ウィル・スミスよ、もう一人が俺の一番好きな、はい、俳優の中で一番好きな俳優、トミー・リー・ジョーンズ、知ってる？ああ、知ってる、知ってる、有名でしょ、ボスの CM、 そうそうそう、宇宙人のね、うん、ボスの CM、 あの人ですよ、うん、あの人はいい映画いっぱいやっててね、うん、もう本当に大好きな映画多いんだけど、その中でスリアもう晩年ね、はい、いい年になったトミー・リー・ジョーンズが昔捕まえた宇宙人のね、うん、ボリス・アニマルとそこに言ってるやつ、はい、ね、これ捕まえたんだけど、そのボリスアニマルは月の刑務所に、はい、要するに永久的に、要するに終身刑として入れられたんだけど、うん、このボリスアニマルが脱走しちゃう、ほう、うん、それで地球に戻ってきて、うん、それがね、タイムトラベルして1960年代に戻って、うん、要するに刑を殺しちゃおうって言った、へえ、殺しちゃうんだよ、うん、そうすると歴史がもう変わっちゃうから、うん、K のいない世界が行って、もう一人のね、ウィル・スミスの方が、うん、一生懸命一人で頑張ることなんだけど、おかしいでしょ、 K 大好きだったウィル・スミスはね、うん、なんとか K を助けるべきだって言うんで、うん、同じ時代にタイムスリップするわけ、はい、このタイムスリップからの話がすごく面白くてね、うん、やっぱり宇宙をね、そういうね、司ってる別の宇宙人がいて、はい、それは地球のペンダントを持っててね、うん、まあ、それをね、巡ってもうその宇宙人のいいもの同士と悪いものしかいて、はい、もうとにかくもうものすごいやり合うんだ、うんうん、最後どうしたかっていうと、うん、特別な、ね、防御装置があって、はい、それを地球の周りにね、回らせることが一番安全なんだよね、ほう、その防御装置っていうのが、要するにどうやって飛ばすかって言ったら、アポロ宇宙船で大気圏外に持っていくのが一番ベストだっていうこと、うん、それでとにかくアポロの宇宙船のところまで行ってね、一生懸命頑張ってね、うん、その現地にいるまだ若いK と一緒に、うん、ね、若い K はね、そのウィル・スミスのこと認めてないんだけど、うん、とにかく頑張ってそのボリス・アニマルをね、倒そうとするの、いろんな話がストーリーがありながらそのボリスを追い詰めていくんだけど、うん、最後宇宙船のね、アポロ宇宙船、サタン5型ロケットのアポロ11号のところで首位を決すると、うん、ね、それでなんとか倒すんだけど、やっぱりね、世の中のね、そういうね、ものは簡単にはいかないと、うん、誰かが死なないと話がね、終わらないと、うん、後で分かったことなんだけど、そのアポロ宇宙船を打ち上げたところのね、うん、司令官みたいなのがいるわけよ、はい、それが実はウィル・スミスのお父さんだったことが分かったの、へえ、うん、でお父さんが最後理解をしてくれたんだけど、うん、要するにその彼らが未来から来たってことも分かってね、いろんなことが分かってくれたんだけど、うんうん、お父さん死んじゃうんだよね、うん、でその時に残ったその時の子供、うん、とはもう子供のウィル・スミス、うん、それがその当時の K が引き取って育てるというね、うん、話になってくる、うん、これでもう一度戻ってくるんだ、現代の時代にね、うんうん、それで最後はいつも言ってる、彼らが言っているファミレスに行って、はい、何かを頼んで、ホットケーキかなんか頼んでんだよ、うん、でコーヒー飲んで、うん、
それで、ああこれで無事あの一件落下かなと思って、そこにいいものの宇宙人がいて、うん、宇宙人が「やばい、このままだと地球が滅びる」っていうの、うん、何かと思ったら K がチップを置き忘れてるの、はい、店に、うん、で戻ってきてチップを置いて、うん、その宇宙人が「あこれで安心」っていう、なんか分かんないね、ほろぼのストーリーなんだけど、うん、まあとにかくねウィル・スミスの演技がすごいし、うん、ね、あのもちろん当たり前だけど、あのトミー・リー・ジョーンズは最高でしょ、うんうん、もうよかったね。中華街で宇宙人と あのやり合うシーンなんかもすごくおかしくてね、うん、あの中華街にいる宇宙人っていうのがやっぱりどうしてもさ、その宇宙から来た人間ってのは宇宙の食い物を食いたいじゃ地球の食い物が合わないから、うん、宇宙人専門の中華レストランがあって、はい、ね、そこに行ったりとかね、もうとにかくボーリング場に住んでて、うん、地球人生活をしている宇宙人とかいろんないるわけ、うんうん、芸術家になってるやつとか、はい、いっぱいそういうのをねちゃんとねみんなでねあの、まあ、取材しながらね、うん、というか問い詰めてるとき言わないんだけど、うん、たくさん宇宙人死ぬんだけどなぜか人間が死なないっていう、ね、で宇宙人のやっぱり大事なところのやつは猫と犬になってて、うん、猫と犬がねちゃんとね宇宙の中でね結構あの地球に来た要するになんだ地球への移民の大使みたいな感じで役割やってて、うん、仲良くやってんだけど、何かあると犬のこと殴っちゃって犬の言うこと聞かせる、うん、ウィル・スミスは暴力的だなと、まあ、そんな感じでしたね。これは面白いです。うん、あのはっきり言って3だけ見ても面白い。はい、うん、1、2はねやっぱりキモいっていう人がいるから、うん、まあ、進めづらいんだよね。うん、3は面白いよ。うん、見たことあるところか。いやまあないですね。ないね。これはいいですね。あの僕は最終的にはターミネーターよりも好きだ、うん、俺がターミネーターより好きってよっぽどのことだから。うん、うん、あのね、とにかくね、トミー・リー・ジョーンズってね、味がありすぎんだよね、うん、演技にね、うん、あのボスだけじゃないですよ、うんうん、はっきり言ってボスもすごいけどね、あの宇宙人ジョーンズもね、うん、まあそれをなんで宇宙人ジョーンズが出たかって言ったらメインブラックからだから。あ、うん、そう、あれが、まあ、元だからね、はいはい、だからもっともっとにはさ、あのボルケーノってのがあってね、うん、ロサンゼルスでさ、あの要するに火山が噴火しちゃうっていうね、はい、これもロサンゼルスに住んでたからね、うん、もろ露骨に場所が分かるわけだ、うん、だからそれも面白かったしね、やっぱりね、そういう意味ではね彼の映画は全部いいです。うん、最近ではね、最近でもねやっぱりね、いろいろなんだよあの人の映画はね、やっぱ、うん、あのまあとにかく探してください。あの言うとね、まあ、その話をしちゃうと一個映画が潰れるから、うん、ね、それで話しちゃいました今日もね、うん、はい、あのとにかくですね、あの洋画の中のやっぱ絶対的に邦画に負けないところ、うん、ってのはやっぱり役者です。うん、役者が違いすぎると、ね、あれだけすごい役者に出られちゃうとやっぱり日本は勝てないのかなと思いましたね。うん、どうしてもね、あのウィル・スミスを食っちゃうってのもすごいと思う。ウィル・スミスもすごい役者なんだけど、うん、やっぱりね、あのトミー・リー・ジョーンズのね、あの深い演技ってのこれはもう感銘します。うん、かっこいい。あの年がいつかもう80過ぎてるだろうけど、うん、かっこよすぎるよね。うん、長生きしてほしいと思ったね、あの人はね、本当。あのボスの CM もね、うん、俺ははっきり言ってあの CM に出続けるんだったら、うん、テレビ見るかもしれない、うんうん、分かんないけどね。あのそれぐらいにね、あのいいじゃん、うん、ボス、うん、ね、宇宙人ジョーンズ、うん、なんであんないい味を出せるのあの人はね、うんうん、やっぱりあの宇宙人ジョーンズ見た時にいつも思ったんだけど、あんな宇宙人だったら友達になりたいなと、うん、ね、今日は酒じゃなくてコーヒーしようって言ったらいいよって言っちゃいそうな感じの、うん、お父さんというかね、うん、おじいちゃんというかね、うん、そんな感じでしたね。まあはい、いろいろ話しました。まだ1分ね、はい、20秒ぐらいあるんだけど、うん、微妙な時間ですね。うん、そろそろロードショーを見たいと安藤君言ってます、ね。うん、そうですね。だけど今ね、何があるかないんだよね。ゴジラがもうあるんじゃないかなと思うんだけど、うん、いやー見当たんなかったかな、うん、ゴジラはそろそろなんだよ、うんうん、東方でやるはずだよね多分ね、うん、あとゴジラとかね、あとね、あれがどうなったんだろうな、ブラックウィードっていうね、マーベルのね、うんうん、作品とかいくつもあります、はい、まあ見たいやつはね、うん、とにかく邦画で見たいです。僕は鬼滅とかいうのは見ないんで、あんたがどうして見たかったらね、頑張って一人で行ってくれなきゃいけないんだけど、うん、なんだろう、1000円でも損した気がしたの、外国、あの日本の映画って、うん、まあ韓流なんか間違ってみないね、韓流、うん、ごめんなさい、目が腐ると思ってますから、うん、って言ってみません、うん、まあそういうわけではね、洋画のいいのが来たらぜひ見たい、みんなに報告したい、はい、でロードショーの場合はストーリーをほとんど話さないから、うん、心配しないで、うん、本当に話さないでってくれ言われるんだよね。だからこれ星空の招待席とジョニー・クビッタキがうちらのラジオで一番人気がないって言った時に、うん、知ってるよって言わなっちゃった、うんうん、はい、まあ
知ってるようじゃないんだけど。はい、ということで今日の、映画はこの話でした。はい、はい、あのまあ来週ぐらいね、本当もう一つ考えられるのはね、うん、あの静岡の、うん、イオンシネマ、はいはい、あそこで見るってもあるかなと。ああ、それもありですね。マスクしろって言われたらね、しょうがないけどね。うん、まあしてないけど。というわけで、はい、さよなら。さよなら。